水道代が高い。です。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今日はですね、メキシコの水圧問題とメキシコの水道代について話したいと思います。まず水圧問題なんですけど、これは結構有名で、メキシコに限らず中南米って水圧が弱いっていう風に言われてるんですね。まあ一応ね、私たち新築って聞いたので、まあ水圧大丈夫だろうってことで、まあ引っ越し当日、日本からはるばる20時間ぐらいかけてメキシコ着いた時に浴びたシャワーがめちゃくちゃ弱くって、しかも1月で冬だったんでめちゃくちゃ寒くって引いたね。こんな感じで、これは洗面台の水圧なんですけど、本当にこれぐらいしか出ない水圧、水量でシャワーを私たち浴びてました。で、さすがにこれだと生きていけないから、もう引っ越してきた次の日にオーナーに、すいません、水道があんまり出ません、修理してくださいって頼みました。新築ですよ。で、その水道の修理が来たのはその3日後でした。うん、3日間ずーっとすっごいこんな感じですか、もっと震えながらシャワーを浴びてましたよ、私たちは。で、水道の工事の人が来たんですけども、まあ何を言ったかっていうと、ちょっと壁に穴を開けるよって言われたんですね。いや、それはオーナーに聞いてくださいって言って、まあ、オーナーに電話してオーナーが OK って言ったんで開けたんですけど、まあ、突然こんな感じで壁に穴を開け始めて、何事と思ったんですけど、要は今までついてた水圧計っていうのは普通の水圧計で、今回新しくつけたのはもっといい水圧計ですよって言われたんですよ。でもちょっと待ってと、いや前に水圧計がついてるんだったらこんな工事いらないでしょうみたいな、あの導線が多分もう元々あるんだからそこに付け替えればいいのに、新しく導線を引いたってことは多分新築だけど水圧計が全くついてなかったんじゃないかというふうに夫婦ともに読みました。そうだと思う。で、水圧計をつけたら、まあ水圧は強くなりました。でもここあるじゃないですか、ここの水圧計をつけたこの壁の穴は6ヶ月ぐらい経ってもまだ全然来ないんですが、もう気にしないことにしました。うん、メキシコに染まりつつあるね。うん。で、もう一個水圧問題が、水圧は治ったんだけど、洗濯機の水圧が最初おかしくて、本来はこれぐらい水の量が出るんだけど、これのちょっと動画がないんですが、これの4分の1しか水が出なかったので、最初。普通は洗濯機って50分ぐらいで終わるんですけど、3時間かかったんですよね、洗濯機終わるのに。そりゃそうですよね、だって 水圧が弱いんだもん。水の出が弱いから3時間もかかって、いや、これ本当に困るなと思って、また同じ水道のおっさんが来て修理したんですけど、3回来ても直せなくて、水道のおっちゃん大丈夫と思ったんですけど、オーナーに最終的に頼んだのは、もうちょっとちゃんとした水道工事の人呼んでくださいって言ったら、洗濯機の業者が来て、洗濯機の業者は一発で直したんです。で、見てたらホースをつける位置が違ったらしい。やばくないですか、ホースのつける位置を間違った状態で新築を提供するっていうメキシコの家、マジで面白いとしか言いようがない。うん、まあこれがうちに起きた水圧問題でした。次のテーマいきましょう。次のテーマは水道代が高いなんですけど、水道代に関してはオーナー持ちなので、基本的に毎月請求書がうちに来るものをオーナーに渡してお金を払ってもらうんですが、引っ越してきて2ヶ月ぐらい経った後に、あのお宅の水道代高いのでもうちょっと安くしないとあなたたちに払ってもらえますよって言われたんですよ。で、え、なんで?と思って、私たち別に普通に使ってるだけだし、家にいないことも多いし、そこまで水道代使ってないのにな、なんでだろうと思って近所の方に聞いたら、通常4人家族で月に水道代は200ペソらしいんですよ。でも我が家2人家族なのに月に600ペソ払ってて、
え、めっちゃ高いと思って、それは女なんか聞いてくるわと思ったんですよね。でも何も使ってないよなと思って、原因がわからないから、まあ、とりあえずまた様子を見て1ヶ月後請求書が来まして、また同じ値段なんですよね。でまた言われたんですよ、オーナーに。安いローダー高いよって。でその後に言われたのが、あなたたちって庭に大きいプールがあるとか、あなたたちってシャワー1日に 3,4 回浴びてるとか、もう浴槽でも何か使ってるのとか、めちゃくちゃありもしない疑いをかけられまして、いや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 、そんな疑うんだったら点検しに来てくださいって言ったんですね。私たち本当に何も使ってないのでと。で点検に来たのがなんと3ヶ月後でした。やばくないですか。でしかも点検を呼ぶにあたってオーナーが言ったことが、点検の人を送ってもいいけど、もし水道も、一応ガスも点検が必要だったんで、ガスも点検をして何もなければ、その点検料金はあなたたちが払ってくれますかって言ったんですよ。と、それってオーナーが言うことと思って、だってこっちは何もしてないから点検してください、どうぞ点検してください、私たちは何もしてないですよってことを証明したいのに、お金を請求してくるオーナーってなんか本当うちのオーナー外れたなと思いつつ、まあ点検に来てもらったわけですよ。そしたらなんと思いっきり不具合があって、まず1個目の不具合が、家のメインの水道パイプの水漏れで、ちょっと玄関に行くと、ここは玄関なんですけど、ここになんかメインの水道タンクがあるみたいで、ここの水道のパイプが基本的には使ってない時はオフになって、使ってる時にはオンになるっていうシステムらしいんですけど、まあ、水道点検の人曰く常にオンになってる状態だったので、水が流れっぱなしだよっていうふうに言われました。でもこの解決策なんて水道工事の人しかわからないので、とりあえず任してるんですけど、で一応その家のメインのパイプを直してもらって、まあ、1ヶ月後様子を見ましょうってことで請求書が1ヶ月後来たんですけど、全然変わってなくて値段が、いや違うんじゃん、原因違うんじゃんと思って、次に水道の修理のおっさんが言ったことが、じゃあちょっとしばらくトイレ3つあるんですけど、トイレ全部止めてもらえますかって言われたんですよ。で、と思って、バカ言ってんじゃないよと、トイレ止めたらどうやって私たちトイレするんだよと思って、そうしないとなんか点検ができませんとか言われて、いや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 、住んでる人の気持ちになってよ水道工事のおじちゃんみたいな感じだったんですけど、まあ、結局私たちがやったのは3つのうちの2つを止めて1個を使うっていうのを交互に3日間やって、まあ、トイレがどういう反応するか見たんですけど、で結局何が分かったかっていうと、一応トイレを止めると水道タンクってそのまま水道が溜まった状態になるらしいんですけど、3つのうちの2つのタンクが水を止めても空になったんですね。ってことは常に水が流れてる状態っていうことが分かって、3つのうちの2つはじゃあトイレが壊れてるねって話になったんですよ。なので修理に来てくださいって言ったんですけど、結局もう1ヶ月ちょい経ってるんですけど修理は来ないんですよね。でそのうち何が起きたかっていうと、あの入り口のトイレの壁がなんかカビ始めちゃって、多分その水道パイプから水が漏れてるかなんかで壁がカビ始め、今はもう3つのトイレのうち2つしか使えなくて、で結局今トイレも壊れてると、で水のメインのタンクも若干壊れてると、でそういう壊れたのがあるから水道が高いっていうのは分かってもらえたっぽいんですけど、オーナーに。でも一向に修理しないから水道代は高いまんまなんですよねっていう我が家の水道代でございます。で解決しないからオーナーにもう任せようと思ってるんですけど、皆さんの家ではどんな水の不具合ってありますか？結構中南米って水の不具合多いらしいんですけど、どうぞいろんなコメント待ってます。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ぜひ皆様のいい情報をお待ちしております。それではアディオース。